いや今日もね、これだけのたくさんのお客様、ご縁をいただいてありがとうね。もう何の義理もないお客様、きっとね、何かのご縁があって来たんだよね。まあ、最初、ね、思ったでしょ、田村まさか何それ、ね、まあ、思い出してください。ピコ太郎が出てきた時そんな感じだ、ね、ピコ太郎、何それ、ね、もう今みんな知ってるでしょ、ね、お客様はね、時々こうやって今日もこのカメラで撮って YouTube にアップします。今日も23時になったら今日の模様がアップされます。毎日やってます。だからね、インターネットで、まあ、スマホでもいいです。スマホで田村まさか検索します。ね、検索してみてください。田村まさかさんと一緒に出てきます、ねね、田村まさかさんは知ってるね。で、田村まさかの方入っていくと、私の YouTube が広がってんだよ。そんなシナリオで応援していただければと思います。さて、予定の時間がもうあと10分しかないんだけども、実は私モノマネで覚えられるんですけども、音楽家なんで ね今日はピアノとオカリナやったんだけど、ね、アルバムがいっぱいあるでしょ。実はオリジナル曲がいっぱいあるんです、ね、オリジナル曲をちょっと残った時間で聴いてください。ベーシックシーン005、おぼろ、優しい感じの曲です。こういうなんか、まあ、優しい感じのが多いんだけどね。それでね、まあ、本当たまたまこのオカリナを始めたことによって舞台も広がったし、何よりね、何の宣伝もしてないのに教室ができちゃったんだよね。オカリナを教えてほしいっていう人が集まってきて、今ね、その、まあ、いわゆる檀家さんなんです、私とってね。檀家さんが70人ぐらいの、ね、月曜日から土曜日までその檀家さん回ってるんだね。檀家さんのとこ回ったらありがたいよね、お布施をいただいてる
だからね、このコロナの3年間、私たちの業界のこの音楽家っていうのはみんなお金に困ってたよね。私だけのんきにこうやってね。ね、ここでやってるのも宣伝だからね。今日はね、こうやってやってお客様に宣伝したら、あと温泉入って帰る。それが日課だよね。まあ、いいんだけど、お客さんもね、このお金が安い楽器だからやってみたらいいよって話なんだけど、じゃあどうやってやったらいいのよ。1分で分かるオカリナ講座やってみます。え、そうなの？そんな簡単なの？そうなんです。早く言えよって感じね。さあ、見ててよ。覚えなくていいからね。こうやって見ててよって言ったらね、あのメモしそうな人だから、メモなんかしなくていい、覚えなくていい、ね、裏も穴があります、表も穴があります、全部の指に穴がありますね。穴を押さえます。さあ、こんな感じになってんだよ。素直なもんでしょ。で、順番に話はドレミファソなんだよね。まあ、それで、ね、ちょっと勉強するとシャープもフラットもあるし、まあ、今まで聞いてもらったように音域だってもっと高い音、もっと低い音ってね、結構いいんだよね。それでね、あの、まあ、本当宗次郎さんの功績が大きいんだけど、きっとお客様の町にあの教室がある、ね、あの一つか二つ教室があるんですよ、ね、そこ行って勉強したらいい、ね、でどうしてもそこの先生が気に食わなかったら私の教室においで、ね、飛行機代かかるけど一回来たら1,500円、ね、いいでしょ。飛行機代が5万円まだ来た人いませんけどね。まあそういうね、あのオカリナって本当にあの手軽な楽器だから、あのやったらいいよ、ね、さて、もう残った時間がちょっとで、またオリジナル曲付き合ってほしいんだけど、G スプリング、これも優しい感じの曲なんです。恐ろしい、まあ、トラブルっていうか 病気でもないんだけど、誤嚥性肺炎だよね。もう人間30歳ぐらいだったらね、ベロが疲れてきてね、唾が気管に入ったりするね。唾ぐらいだったらいいけど、食べ物入ったら大変だよね。あれで命を落とす人っているんですね。じゃあどうしたらいいのよ、どうしたらいいのよって言ったら、テレビ見てたらね、このベロの奥の動き、これ実はこういう管楽器を演奏するときはトゥ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 ってね、ベロで息を閉じるっていうね、破裂させる、そういうタンギングっていうのをやるんだよね。これをやることによって誤嚥性肺炎が防げるんだよ。
要するに下の筋肉が衰えちゃってるんで ね、それこそまあ足がよく衰えるというかね、わずか3ミリのカーペットにつまずく人それは足が上がってないまあそれと同じようにね、ベロをね、タンギングやって、このオカリナやることによってね、すごくいいんだよ、自然といいんだよ。それと何て言ったって、何て言ったってね、あの指あるでしょ、だいたい人差し指と親指はよく使うんだけど、小指だの薬指だのなんてね、言うこと聞かないですよね。言うこと聞かない、自分の指じゃないですよね。だけどね、これ慣れてくると1本ずつこうやってね、動くんだからね、1本ずつ、まあ僕はピアノもやってるからね、そうなんだけど、あのこの1本ずつ指を動かすっていうのは今流行ってる脳トレなんだよね。だからまあそういうこと。それとやっぱり大きいのがね、肺活量。よく言われるんです、あの、あなた肺活量すごいね、ね、ロングトーンが。いや、別に私肺活量すごいわけじゃないんでね、息の使い方がうまい、ね、あのネピレンス、要はプリウスみたいなね、リッター20キロ以上走る、まあ、やっぱりね、でもあの肺の能力っていうのは大事だからね、それが衰えていくと、あの病院なんか行くとね、酸素ボンベ引っ張ってやってる人もうあれになったらもうダメですから ね、もう私はなんとかそうならないようにね、頑張りたいなと思ってるんだけど、まあそこら辺のことで、指の末端神経だとか、誤嚥性肺炎の舌の動きだとか、それからね、そういう肺の呼吸器の訓練、そういうのですごく良かったんだね、これがね、テレビ見てて分かった。で、だからまあ私たちのその教室に今70人ぐらい檀家さんが来てるね、まあ檀家さんね、よく言ってんだよ、あの年齢層は幅広いんだよ、まあ50代から、89歳ね、もうちょっと90代ですね、人も頑張ってる。私たちはね、頑張ってね、老人ホームに行こうね、あの老人ホームに行って年下の老人を慰問してあげよう ね、だからその89歳の人が90歳になったらね、老人ホームに行ったら大体年下ね、年上の、ね、おばあちゃんが、ね、年下の老人をオカリナで慰問する、こんなにかっこいいことないよね。だからまあもうちょっと頑張ろうねっつって言ってるんだけどね、まあそういうわけでね、私はたまたま巡り合ったオカリナだけど、お客さんもね、そんなまあ別に音楽学校に行くわけじゃないんだから、気軽にやったり、ね、それで私の YouTube にコメント書いてくれたり、ね、ふるさとの吹き方教えて、ね、YouTube で吹き方詳しく載ってるんだ、ね、そうやって田村正香の検索をして、お家帰ってもね、あの時々、見てってください。今日本当に来てくれてありがとう、まあ、また YouTube でお会いしましょうね。田村でした、ありがとうございました今日ねこれで終わりますお客さん早くからありがとうね。ありがとう。